2022年5月初めに1ドル131円台を記録しました。もし円安トレンドが続いた場合どうなるのか。円安になると輸出で儲かります。同じ100ドルの商品を1個売ったとしても、円安の時の方が円ベースでの売り上げ、利益は大きくなります。一方で輸入品が高くなります。輸入品が値上がりするということは皆さんの生活コストが上がりうるってことです。また、外貨建ての収入、資産額は増えます。 円安の今、ドル建ての株式や債券、ファンドを持っている人は、配当金や利息が増えてウハウハ、時価が増えてウハウハっていう感じで、二重に美味しい思いをしているんじゃないでしょうか。一方で、海外資産の購入コストが高くなります。これから資産形成を進めようとする層には不利に働きますね。もし、為替レートが動いたっていうニュースを見聞きした時に、自分にはあんまり関係ないかな、こう感じている人がいたら、今後はぜひ考え方をチェンジしてほしいなと思います。多くのお金持ちは為替レートをしっかり意識しています。 それはカ替スレートが生活水準や収入、資産額、これらにじわじわと影響を与えるからですね。お金持ちが気にすることを気にするのが少しずつお金持ちに近づく道です。ぜひ意識してください。